笠原正樹は埼玉県浦和市生まれ、福岡県福岡市出身の元プロ野球選手。2015年に発覚した野球賭博問題に関与したとして失格処分を受け、現在はユーチューバーとして活動している。ロッテオリオンズなどに所属していた笠原栄一は実 i であり、福岡ソフトバンクホークスに所属していた笠原オーガは実定である。小学2年生から カシハマサンダースで野球を始め、中学校は地元を離れ全国的な強豪校である、明徳義塾中学校に進学。3年時に4番、左翼種として、第27回全国、中学校軟式野球大会で優勝。高校は、地元福岡の福岡校大上等校に進学。当初は一類一種であったが、1年秋から当手に転校。 三年時の夏は、福岡大会準々決勝で、沖学園校に敗退。全国選手権大会出場は果たせなかったが、父親譲りとされる肘の柔軟性と、190センチメートルの、長身から投げ下ろす直球が高い評価を受ける。2008年10月30日、プロ野球ドラフト会議において、読売ジャイアンツから5位指名され、11月18日に、 契約金3500万円、年俸480万円で仮契約した。2010年に2軍のイースタンリーグで開幕投手を務め、2011年にかけて同リーグで先発投手としての登板を重ねた。シーズンオフには台湾で開催された第17回やイブフ、インターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれた。また、二千十一年オフには、 球団初のプエルトリコウィンターリーグへの派遣メンバーに、同僚の辻内隆成、小野純平、浅井秀樹と共に選ばれた。2012年は2軍の開幕戦で先発。4月20日に初めての1軍昇格を果たした。4月26日に9回の救援として1軍発登板を果たした。最初の打者を空振り三振に仕留めたと思いきや、投球動作が止まったと急進に、 イリーガルを宣告された。仕切り直しても、また空振り三振。一安打は許したものの一回を三奪三振で、抑えた。5月3日の広島東洋カープ戦でプロ初先発。父、A1 は13試合に先発した経験を持ち、親子での先発登板は、史上初。この試合で、前田智則に、敵地二塁打を打たれるなど4回で降板しているが、父、 A1 も1991年2月24日のオープン戦で前田と対戦していることから、親子2代で同一打者との対戦となった。5月3日の先発登板の後、ファームでの調整を経て9月12日の広島東洋カーアップ戦に、プロ2度目の先発登板で6回無失点の投球を見せ、味方の援護もあって、父がプロ生活12年で成し遂げられなかった初勝利を挙げた。 オフには2年連続で、プエルトリコウィンターリーグへの派遣メンバーに、田原誠次と共に選ばれた。2013年は、ロングリリーフ要員として、初の開幕一軍を果たした。その後も、先発と中継で合計4勝を挙げた。2014年も、同様のポジションとして起用されており、先発が崩れていた5月中盤には、連投し、 さらに登板を回避した、菅野智之に代わる先発や、内海哲也、杉内俊也とエース級の投手が、ゲーム序盤で危険級退場のアクシデントに見舞われた。あと、スクランブルでロングリリーフをして試合を作り、原監督から高い評価を受けた。オフの11月7日に、日本プロ野球80周年記念試合の阪神、巨人連合チームに選出されたことが発表された。 2015年はリリーフで20試合に登板。10月5日、球団が福田里氏が野球賭博に関与していたことを発表。その時点で、笠原は福田を突破上常者と疑われている知人に紹介したものの直接賭博には関わっていないとされたために告発対象にはなっていなかったが、その後球団から告発を受けて調査していた。 日本野球機構の調査委員会は10月21日の中間報告で笠原と松本達也も野球賭博に関与していたと発表した。さらに笠原は福田と共に知人男性と賭けまじゃんや和からなどの賭博を行っていたことも明らかにされている。福田とは最も仲が良く読売ジャイアンツ球場の練習から帰る際には一緒のことが多かったという。 球団は11月9日に契約解除の方針を決定。翌11月10日に NPB の熊崎勝彦コミッショナーは福田、松本と共に無期出格処分とすることを決定。黒い霧事件以来の野球賭博による処分となった。2015年11月29日、5年後の現役復帰を目指して上記処分後に所属した。 南式野球チームノーティーの試合に登板した。ポジションは、投手で、背番号は17。2021年からは自身で、草野球チーム、東京ギャンブラーズを結成してプレーしている。2016年4月29日、前述の野球賭博問題による、賭博外帳釣り法助容疑で、警視庁に逮捕され、2016年10月5日に、東京地方裁判所で、 懲役1年2ヶ月、執行猶予4年の有罪判決を下された。2018年2月23日、愛子をたけ氏が主導で行われるファン交流イベント、愛子をたけ氏の野良犬の穴、イン福岡にプロ野球 OB の一人として参加し、久しぶりに公の場に姿を現す。同年3月6日、アベマ TV、アベマプライムに野球くじに関するコメンテーターとして出演。 番組内では、再度野球と爆問題の振り返りが行われ、当時の教中などが掘り起こされた。また対談後、地元福岡で、ウニ料理店を営んでいたが、東京でのバー出店を目指して、新宿で修行中であることや、少人数制の投手専門の野球塾を開きたいと思っていることなど、今後の目標を語った。その後、同月から、 新宿区歌舞伎町のボーイズバーに勤務していることが週刊新調によって報じられた。2019年3月26日、自身の YouTube チャンネルから動画を投稿し、YouTuber として活動を始めることを表明。チャンネルの説明欄には自身なりの野球解説や元プロ野球選手の裏話などを投稿する予定と記載されている。初投稿の動画内では、 巨人時代のユニフォームに袖を通し、現役時代より体重が約3 0ラムも増量してしまったと語った。その後の動画内では、賭博事件で処分を受けた影響により、NPB が主催する全公式戦を観戦できない状態となっていることや、読売ランド近くの V ロードに飾られた自身の手形が撤去されたことも明かされている。投稿動画のうち、 現役時代の暴露話を含むものがたびたび、ウェブメディアで取り上げられており、留置所生活の全貌や、プロ野球選手の喫煙事情などといった、際どい話を展開し、視聴者の支持を集める。J、キャストニュースによると、現役の選手たちの間で、最も話題になっている、プロ野球 OB の YouTube チャンネルだという。2019年10月、元タレントの坂口杏里とタンクを組み、 坂口の YouTube チャンネルにコラボ動画が複数投稿された。2019年11月初旬にチャンネル登録者数が10万人を突破。リアルライブでは2019年末時点でのプロ野球 OB の YouTuber としては高木豊と里崎智也に次いで視聴者からの指示を受けている人物として笠原の名前が挙げられた。なお、 チャンネル登録者数は約10.1万人をピークに減少しており、2021年5月現在は8万人程度にまで減少している。メインチャンネルの投稿は2020年7月13日を最後に一時停滞していたが、2021年4月15日に新たな編集担当者を迎えて活動を再開することを表明した。現在、 三つの YouTube チャンネルを開設しているが、メインチャンネル以外は2021年以降の動画投稿がなされておらず、カサメロ探検隊においては動画がすべて削除されている。2020年4月からは DNA が運営するライブ、配信アプリピコカでの生配信活動も行っており、同アプリのライバー専門の事務所、株式会社ワサビに所属している。 最速時速 152km の威力のある直球を軸とし、カーブ、スライダー、シュート、ホーク、チェンジアップを投げ分ける。一方変化球の請球に難があった。ありがとうございます。